お疲れ様でございます。2023年も暮れとなりました。本当に今年1年ね、この舞姫大学の視聴者さんには大変お世話になりました。そして何よりもね、舞姫大学の現場を送ってくださっているナミさんですね。ナミさんはいろんなテーマで毎晩私の方に動画を送ってくださり、まあ教育的動画にとどまらず地域の動画ね、まあ、新潟県のさまざまな自然とかを送っていただいたりとか、まあ、音楽ですとかね、癒しの動画なども送っていただきました。まあ、人っていうのは見ることと聞くことでいわゆる感じることっていうのができる方が多いと思いますので、まさに動画を送ってくださるっていうのはね、感じることをたくさん分けていただいてるっていうところなんじゃないかなと思います。で、今回ねこの動画で、皆さんにお伝えしたい2023年最大のメッセージっていうのはね、発想の転換をしていきましょうってこと、それが一つ目。二つ目は行動の転換です、ね。今までの人生が続いてハッピーならそれでいいんですよ。でも多くの方は危機感を抱いておられ、将来がもっと今よりもおかしくなるんじゃないかなっていうふうに捉える中で、やっぱり将来の方が幸せで豊かな、そんな人生を送っていきたいし、そんな世の中を見たい。もしくは周りの人にいろんなことで、ね、恩返しをしたい。プラスなものを分けていきたいと思っている方がほとんどだと思うんですよ。その場合、今年2023年の行動を繰り返していてどうでしょうか？それが実現するでしょうか？もしかしたら来年こそは行動を変えていこう、結果を変えていこうと思っているかもしれません。そうなった時にやっぱり第一のね、切り替えなくてはいけないのは考え方を変えることなんですよね。今までやってきたことをやめて、今までやらなかったことをやっていく、これが行動を変えることであり、じゃあ何をやめるのか、何を始めるのか、これが思考を転換するってことなんですよね。その思考の転換のヒントとなればと思って、おそらくナミさんはさまざまな動画を送ってくださって、でそれに応える形で私もですね、舞姫大学の特別講義をお送りしてたと思います。まあ、1年間でね、数百本の動画を更新することになると思いますけども、そのうちの一つでも二つでもがこの皆様のね、2024年を新しく切り替えていく、その助けになればと思っております。これからも動画更新はどんな日でも、雨の日でも、槍の日でも、正月でも、年末でも、クリスマスでも関係なく続けていきますので、その都度その都度ね、自分の人生ライフスタイルに、変化をもたらすようなね、そんな動画に出会っていただければ幸いでございます。それでは舞姫大学最後の動画になりました。来年も明日ですけどね、よろしくお願いします。お疲れ様でした。